お疲れ様です。最近ですね、若い医師の方が、自ら命を絶ってしまったというね、過労死問題がありました。病院側はそれをね、今のところは認めていないんですけども、いろいろな角度からこれは結局病院に重大な過失があるというふうに判断されるんではないかなというふうには私は思ってますね。そもそもなんでね、仕事が苦しくってお亡くなりになってしまうのか、多くの方には理解できないと思うんですけども、例えばね、だったら辞めればいいのに、行かなければいいのに、助けてくださいってなんで言えなかったの、もうできませんっていうふうになんで言えなかったんだろうかっていうふうになっちゃうんですけども、これはやっぱりね、過労死に至らなかった人の意見なんですよ。いろんな形で死を逃れる術を持っていた人は当然今のようにね、だったら会社なんて行かなければいいのにとかね、それから辞めればいいのにとか、そういうふうな考え方になってしまって、なんだろうっていうふうにキョトンとしてしまうんですけども、なんでね、過労死に至ってしまうのか、それはその人なりの責任感と思い込みにより、当然人が思いつくだろう選択肢っていうのがどん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 ね、塞がれてしまうんですよね。それは誰かによって塞がれたということではなくって、周りの状況を見て、あれでもみんな頑張ってるしなとかね、自分だけが弱音を吐いちゃいけないんじゃないかなと、もしかして苦しいと思ってるのは自分だけなんじゃないだろうか、みんなそれでも明るく元気にやってるもんな、そしてせっかくこの仕事に就いたのに早々に投げ出すことはできないし、そうなったら次の自分の人生どうなっちゃうんだろうかっていうふうに、一人でこうやって悶々とするんですよね。でもそういう時に話を聞いてもらえる人がいたりとか、例えばね、男性でしたら一緒に飲みに行ったりとか、新しい女の子と知り合ってね、楽しく、仕事だけは人生じゃないんだなっていうふうに気づかせる場面っていうのがね、自発的にですよ。内部から、こういうのもあるんだとかね、気づかせることができれば、まだまだ道はあると思うんですよ。例えばね、今回26歳の医師の方が亡くなったんですけども、40歳で医者を辞めて、今こういう暮らししてるよ、楽しいよっていう人とたまたま出会ったとしたらどうでしょうかね。多分その人は、医者ってのを辞めてもこういった人生があるんだ、だったらこの人にちょっと聞いてもらおうかなっていうことで、ちょっとね、気持ちが緩くなったと思うんですよ。で、そういったところから突破口を見出せるのかなと思いますけども、例えばね、周りの人がなんだかんだと助言をしても、その助言がもう耳に入ってないってことをやっぱ忘れちゃいけないのかなっていうふうに私は思うんですよね。ですんでね、こういった難しい問題、過労死に至るその過程で誰かが気づいて、そして強制的にも出勤をさせないみたいなね、極端な話、例えばドラマでもね、たまにありますけども、あまりにもね、根を詰めて、本当にこう朦朧状態になっている部下とかを強制的になんかね、他の部署に1週間ちょっとね、研修に行ってこいよって感じで、ものすごく楽な部署に研修に行かせるような権限のある上司がその采配を振るうと、その部下っていうのはね、研修かって感じでちょっと環境を変えることによって、あれなんか別のもの見えてきたなって感じで、その新しい気づきとね、新しいエネルギーを蓄えてまた現場に復帰するみたいなこともあるんですけども、なかなかね、現実は漫画のようにはいきません。皆さん自分のことで一生懸命ですから、人の苦しみなんてのをね、抱え込む余裕はありませんからね。だからそういうふうな個人主義になってしまったっていうのが問題の一つなんじゃないかなと。ある意味個人主義。でも客観的にはチームで動いてるっていう重大な責任感。でもこういうふうに私も聞いたことがあるんですよ。結局、会社とか組織っていうのは、人がいきなりいなくなってもそれはそれでなんとか回っていくというね、だからね、俺がいなくなったらこの会社は回らなくなるぞみたいな責任感とか、言ってみればね、ちょっとね、傲慢な態度ってあると思いますけども、実際はその人がいなくてもね、現場は回っていきますし、顧客に迷惑がかかんないんですよね。そのための組織なんですよ。つまり10人でやっていた仕事をね、9人になったところで、みんながね、10分の11の力を出せば結局回っていきますし、例えば10分の9の力になったとしても、それが10分の8になったとしても、10分の1になったとしても、いきなり会社は潰れないんですよね。この辺っていうのはね、男は辛いよっていうね、昔からある映画にも書かれてますけども、ノイローゼになった証券会社の社員がある日ね、会社を抜け出して、自殺を図るんですよ。でそこにトラさんが居合わせて、お前ちょっと病気だよ、色ノーゼって病気なんじゃないかいって感じでね、いつものノリでその人をね、ウィーンにね、引っ張っていっちゃうんですよ。ウィーンの方に、ヨーロッパの方に。で、会社ってのはずっと止まってるまんまですよね。でも、その時に、急に社員の何々さんがね、出勤しなくなった。これはどうしたんだろうかっていうふうに、奥さんに聞いてみたりとか、ね、事情を推察するに、もしかしたら、ちょっと精神的に彼は追い詰められたのかもしれないねってことに気づいてですね、有給扱いということで、しばらくは静養することを後から取り付けるみたいな、組織の優しさが語られていたんですよね。だからやっぱりね、
そのぐらい一生懸命忙しく働いてる社員を会社も有能な人材として捉えてると思いますんで、いきなりクビにはしないんですよね。結構ね、いてもいなくてもいい人にはどっちかって言ったら仕事を与えないとかね、ただ泳がしていくみたいなことになるんじゃないかなと思いまして、で自力で自分で課題を見つけてものすごくね高い精神力でやってる人っていうのは他の人にね大丈夫だって思われてケアされてない例が多いんじゃないかなと思います。さあ、ここで今日のまとめなんですけども、強いものこそ実は弱いっていうことですよね。客観的にあの人はほっといても大丈夫だからって人はほっとかれたがゆえに大丈夫じゃなくなっているってことなんで、やっぱりね、多くの人がすぐにねポキンと折れそうな人に注目するんですよ。あいつはちょっとね手を貸してやらないといつダメになるか分かんないからみたいなね。でそういうふうにケアを十分してあげることも大事なんですけども、普段ね一人でも大丈夫と思われているような強い人に対してもきちんとやっぱりこうねつながりを持ってあげることとか、吐き出し口を設けてあげることってのはすごく大事なんじゃないかなと思いますよね。でもこういうことを言うと、いや社会は自己責任だからみたいなことを言い出す人もいますけども、自己責任でできる人と人の助けがあってできる人と、それからやっぱりどうしてもダメな人っていうのはねやっぱりこう常にいますんでね、だからその辺をきちんと見てあげないといけないのと、人はいつも同じ状態じゃないんで弱い人も強くなるし強い人も弱くなるしっていうこともありますんでね、だからいつもいつもコンディションが同じっていうふうにお互いに思わずに今日はどうだろうかっていうふうな確認をする意味でも朝礼をもうちょっと余裕を持ってねやってあげてもいいのかなと思います。場合によってはね一人朝礼って言って一人で例えばねサロンを経営されてる方も一人で朝礼するっていう場面をね持たれたらいいんじゃないかなと思います。で今日の一つの私からのねメッセージですけども、一人で店舗とか何かね個人事業を運営されてる方、一日一本事業が始まる前に1分間スピーチみたいな形で YouTube でね放送してみるとどうでしょうかってことになります。私の場合は毎朝5時半にライブ放送してますけども、そこで私の見える社会とつながってるわけなんですよ。20名前後の人がね。で基本的には皆さん好意的なんで、私もね朝からね気の合う仲間と気分がいいスタートができるんですよね。だから一人朝礼ならぬ一人ライブといいますか、そういった形で自分の考えを整理して今日も頑張るぞみたいなことをね自分自身に語りかけてみて、ある意味カメラを通じて自分を客観視してみてはいかがでしょうかということでございました。それでは。